参る。ハローエブリワン、ひらちとよしちゃんです。よろしくお願いいたします。お願いします。実は私たち11月24日に結婚式をすることを決定いたしました。それにあたって今日やるのは何ですか？今日はよく結婚式で見るあのラブの形をしたオブジェを一緒に2人でね、作っていきたいと思います。 それでは行ってみよう。いや、やってみよう。いや大丈夫こんなっていいのかなではまずこれを大量に作らないといけないです。だから、はい、今から、はい、こちらで大量に作っていこうと思います。頑張るぞ。早くね、ヒロ器用だからね。あ、うるせえなよし、出来上がり。かわいい。なんだよ、ね、下手くそじゃん。なに、俺おるだけでいいんだけど開けない。あんまりゲッゲッてしないのめっちゃぼやけてる。あ、割りがセーフだよ。セーフセーフはい、2日目です。今日も頑張っていきましょう。なんか顔むくんでそう、めっちゃ俺も絶賛むくんでんだけどよし、いけた。じゃーん、ここまでできました。それではこれを開いていく。いいじゃん、めっちゃ上手じゃん。だいぶいいよ、さっきより。そうだ、うん。じゃあこんな感じで。意外とまだね、見る感じ半分だよね。残りの束がまだ結構あるもんね。しんどい。もう集中力切れまくりなんだけど。休み休みね。おったー、終わりました。終わりました。いやー、なかった。疲れた。はい、じゃあラブの文字を作る前にちょっと休憩します。はい。はい、戻ってきました。髪の毛切りました。はい、花びらが作り終わりましたので次の工程に入ります。ます。次に事前に作っておいた土台にこの花びらを貼っていきたいと思います。それではやっていきましょうよし、頑張るぞ。始まりますんで皆さん楽しんでください。イエイイエイ。